今日この一日のために。ちょうど20年も前やね。20年前はこのリングの頂点。しかし時は流れる。今のこの19歳天山広志、猛牛は今も燃えているか。天山広志52歳。俺なんかもう地域一方やけど、そんな気持ちやったらリングすぐ降りろ。俺らなめんなてめえ。俺らネバー無差別級6人タッグ王者組、岡田和親、棚橋博士、そしてこの腐った根じゃ叩き直してやる。かかってこいや。石井智博、お前はもう終わっちまったのか。体が思うように動かねえ。関係ねえだお前、気持ちが悪いんだよ俺てめえ。このベルトはキャリア、年齢、もちろん不問。燃えるものがあるのならそれで十分。もしそれがないなら平等じゃねえか、この野郎。やってきてみろこの野郎と思ったんですよね。俺たちがよ、価値があるんだよ。奴らには持ってないものを持ってる。気持ちあるに決まってんだろ。タイガーマスク、真壁闘技、出番が少ない。だからどうした。俺たちは這いつくばった以上に這い上がってきた。俺たちが取ることはよ、新日本プロレスだよ。世によ知らしめることだろ。ベルトを腰に巻いて、これ見たかと。俺たちの世代がね、まだ踏ん張っていかなきゃいけないっていうか、天山いろいろし、まだまだ死んではいない。これからですよ。見ててください。落ちるとこまで落ちた。そっから這い上がって、這い上がって諦めないで最後までこのリングに立つことができた。ありがとう。戦いに飢えた虎、キングコング、そして猛牛、生き様見せてやる。ネバー無差別級6人タッグ選手権試合、挑戦者組タイガーマスク、真壁闘技、天山博義 VS 王者組石井智弘、棚橋博士、岡田和親。